La déconstruction, c'est l'impossible. えっとジャックデリダ艦隊一を読むということで、えっ、ー、と,、えー、と東京都京大学の西山ゼミの公開セミナーと脱構築研究会の講演で、えー、セミナーをやりたいと思います、えー。司会の西山です。よろしくお願いします。それでえっ、ー、と本日は、えー、デリダのあの、えー、艦隊ホスピタリティの一という講義録です。でえっ、ー、とこれが えー、95年、96年のセミナーになります。で、えー、これの,あの第1回ですかね、えー、初回の,あの第1回分だけ、えー、今日はあの読みかいつまんであの要約をしたいと思います。はい じゃあえっ、ー、と本日はコメンテーターダリン・テネフさんえっ、ー、とブルガリアのソフィア大学からこの3月にあの日本に来ていただいておりまして1年間あの滞在をしていただきますそれでは自己紹介をよろしくお願いしますあはいえっ、ー、とダニテネフと申しますブルガリアのソフィア大学からあ来てますで石山さんののおかげで今あこ,のこのところに私 います。で、このセミナイルはあのまあ艦隊についての、うん、まあセミナーですけれども、私自身がまあ、うん、あのか艦隊の <laughs> されてあそうあのか艦隊の経験を、はい、今生きている、うん、あというのがあとてもまあ,あのその艦隊について語るときは艦隊そのものを生きるっていうのはどういうことかっていう。うんうん ことはちょっと面白いですね。で。まあ、あの国際交流基金と西山さんのおかげで。私もなんていう、艦隊の。主体になりつつある。な <laughs> の <laughs> <laughs> で、はい、よろしくお願いします。はい、あ、京都大学文学研究科宗教学専修 D. の森脇統生と申します。前期のデリーダーの形而上学および美学を。 専門としております、えー、こういうイベントに出るの初めてなので普通に緊張してるんですけども <laughs> あのまああの反対していただけるということであの身を任せていきたいと思いますすいませんこんなこといしか言えませんけどよろしくお願いしますはいはいでえっ、ー、と、えーまあ、今回のホスピタリティ」というテーマになっていますで、ね、まあこのテーマで、えー、と私たちが今あの現在あの 考えてしまうのはやっぱりあの今ウクライナの侵攻のがありましてその,あの難民が本当にあの何百万人単位であの出ておりますで、えー、その難民を本当にみんなあの無条件的にあるいはほぼ無条件的にあのえ世界各地であの受け入れている状況がありますこれは BBC のニュースであの大変感銘を受けたんですけれどもあのドイツのベルリンの中央駅で、えー、本当に対 た,あのたくさんの数のドイツ人があの無条件的にあのこういう条件で誰でも来てくださいということであふれ返ってあのいましたで、えーとえーまあ、そういうふうなあの、えーねあのえー、難民をあの無条件的に反対するというふうな現象が今目の前に起きていると思いますで、えーとまあ、デリダの、えー、と特に晩年の時期の主張は、まあ、一つあの条件と無条件の間での交渉というのが あのいろんなトピックに即してあの語られます <laughs>、まあ、許しであるとか反対であるとか、まあ、あのそういった、えー、ことで、まあ、この無条件に、えー、誰かを反対するということも、まあ、デルナの重要なあの、えー、あの主張の一つになっておりました、まあ、それが、まあ、こんな形であの現実に起こっていることは何なんだろうというのを、えー、改めて感じますとはいえ少し前 むしろ艦隊の終焉という議論がヨーロッパで起こっていました2015年にヨーロッパではたくさんの難民がアフリカ中東から押し寄せていましたで えこれはあのギアム・ル・ブロンの「艦隊の終わり」というあの本なんですけれども、えー、まあこの本の表紙のイメージはこれは地中海を渡ってアフリカからあのたくさんの難民がやってきたそのえっと生々しい写真ですねあのライフジャケットがあのをみんな身につけてこんなあの小さなボートで地中海を渡ってきました。で多くの人があのえあの えー、途中で力尽きて亡くなるという、えー、ことが起こりましたで、えー、とヨーロッパ中であの難民があふれかえってあの問題になっていましたでその時に例えば、えー、とうんもう受け入れるんじゃなくて移民を簡隊するんじゃなくて人間の命を救うことが優先なんだと簡隊論というのはもうとりあえずひとまず置いとこうじゃないかというふうな、えー、議論があのなされました。<laughs> えーでえー、まずは移民を受け入れる、命を受け入れるんだって、えー、移民を艦隊するというのは、えーそのあ、それとは別の議論なんだ、という議論がありました。で、この当時、いろんな特集が含まれて、主にレビナスとデリナの艦隊ですね、があのあの再三あの、えー、検討されておりました。 でえっと、ルブランによれば、えっとまあ、デリデの思想というのはちょっと理想的すぎるので、今の時代にはそぐわないというふうな、えー、そういうふうな、えー、と結論も、えー、ありました。まあ、とはいえ、まあえーと、先ほど見たようなねあの、えー、こういった緊急の状況における無条件的な艦隊というのは、まあ、至る所であの、えー、今、起こっていて、えーまあ、まだまだこの議論の有効性はあるんじゃないかなと思います。 それでは、えー、あとはデリドの艦隊論なんですけれども、まあえー、資料でお配りしたとおりの、まあ、これぐらいの、えー、パブリケーションがあります。で今回は一番上の、えー、ホスピタリティボリューム1を扱います。でえー、とあとは、えーまあ、日本語で読めるものも含めて、まあ、これぐらいのものがあの刊行されております。今年の秋には、えー、ホスピタリティのボリューム2の方が、えー、刊行される予定になっています。<laughs> 次。 次は、えー、とこの,あの艦隊1のセミナーなんですけれども、参考文献と扱われている時事問題は次のようになっています。で、えっ、ー、と、まあ、メインテクストは、まあ、今日も出てきます。関東の永遠平和のための第三条項。あとは、レビナス。あとは、クロソフスキー。あとは、バンベニストは例によってあの何回も何回も出てきます、えー。艦隊という言葉を確認するためです。で、えー、とあとは、ハイデガー、えー、もあの何回も参照されております。 であとは、えー、とこの抗議、えー、録の特徴なんですけれども、まあ、時事問題があのたくさん出てくるなと思うんです。で、えー、とその時事問題は、えーとまあ、冷戦崩壊以降の国民国家の問題とか、あとはフランスの国内問題であるとか、であとは、えー、ボスニア・ヘルツェゴビナの紛争の問題であるとか、あとはチェチェンの問題であるとか、 えーとホームレスの問題であるとか、まあ、ともかくあの、えー、時事問題があの、えー、たくさん扱われている、えー、特に抗議、えー、録になるんじゃないかなと思います。IMEC、うん、と,という資料館で、えー、と90年代の,あのデリデの抗議、えー、録の資料をあの見たことがあるんですけれどもこのやっぱりホスピタリテの抗議、えー、録のファイルにはたくさんのポスタービラ などがあのファイリングされてるなと、私自身思いました。あ、こんな細かいあの難民とか、えーと、ホームレスの、あのビラとかまで、あの授業で、あの、ちゃんと準備したんだということで、まあ、一番、あの、えー、あの、時事的なアクチュアルな、えっ、ー、と、社会問題とリンクした。えー、セミネールではないかなと思います。<laughs> で、えっ、ー、と、その、えー、文脈なんですけれども、フランスの移民問題は、まあ、えー おそらくこれぐらいの、えー、射程で、えーとうん、考えることができます。で、70年代に、えー、とフランス政府はあの高度成長が止まりまして、それでオイルショックもありまして、で、えー、ともうあの新しい意味を受け入れるのをあの停止をします。で、えー、その後で、あのえー、今すでに来ている、あのえー、まあ父親お父さんですよね。 があの一人で暮らすのはかわいそうだからということで、まあ,あの家族再結合政策、まあ、家族であのフランスに住んでもいいよというふうなえ政策を打ち出します。なので、えっ、ー、と家族でフランスに定住できるという、えー、わけですよね。<laughs> で、えっ、ー、と今日本もこの段階にありますよね。えっ、ー、とあの,あの技能実習であの、えー、免許が更新されて。 でえー、と家族を呼び寄せても良いというふうにあの、えー、と制度があの変わりつつあります、まあ、そうなりますと移民は帰らずに出稼ぎで帰らずに定住するわけですよねで、えー、その移民2世3世と増えていく中で、まあ、いろんな差別とかそれに対するあの反対運動みたいなものが起こってきますで、えー、とそれに対して保守反動的なあの動きも起こりましてそれが90年代ですねで移民改正法 でえー、これであの滞在許可証などが、えー、制限されたり、不法移民の取り締まりがきあの、えーえー、と強くなったり、えー、します、で特に、えー、とこちらですね、えー、外国人を <laughs> 家に泊める場合に、えー、わざわざ届け出証明が必要になるというふうな、あのそういうあのとても厳しいあの、えー、法案があの、えー、出てきます。 あのビジー政権以来の,あのとてもあの反動的なやり方だというので、まあ、批判があの相次ぎます。で、まあ、外国人を無断で家に泊めることが「艦隊の罪」というフランス語で、えー、と表現されます。えー、外国人を艦隊することが犯罪であるというふうな、えー、ことになります。であのデリダはこの流れにあの非常にあの敏感に反応して議論の中に、えー、取り入れています。 あとは不法滞在者が、えー、と教会を占拠してで最終的には、まあ、いろんな人は支援するんですけども、まあ、最終的には強制排除されるというふうなあの出来事も起こります、まあ、ともかく、まあ、こういったあの、えー、と移民、えー、受け入れの議論があのとてもアクシアルだった頃の,あのセミナーになりますのであのすごくあの時事的な問題があの扱われていてすごくあのそれとリンクした抗議録になっています <laughs> でこのトピックはあの移民・難民の受け入れという、えー、トピックとして、まあ、たびたび、えー、と参照されて、まあ、今でもやっぱりデリザのこの艦隊論というのがあの、えー、フランスではあの、えー、参照されます。Avon même de commencer de lier, de frier avec vous au titre <laughs> de zergue, on l'on le save le passage de can, de l'on le commence te aujourd'hui.

les questions historiques, éthiques, juridiques, politiques, économiques, etc. Nous ne cesserons sans doute jamais de l'interroger de texte de Kant, directement ou non, implicitement ou non, dans sa langue euh, dans ses traductions. はいい <laughs> ありがとうございますでデリダのこれが冒頭の、えー、とセリフになっています。で、えーとまあ、あのデリダは本当にあの、うんまあ、講演とか講義を始める前にあのコンテクストを練り上げるあの、えー、部分がとても長く続きます。で、これもあの講義を始める前の準備運動といいますか、その説明の部分になっております。 で、えっ、ー、と、アボンドコモンセ、アボメムドコモンセ、始める前に、ですかね。であの私は、えー、読みたいと思います。えー、これは、あのこの辺未来形になっています。リレ、ホリレ。で、アベク・ブーはこれ、あの聴衆の皆さんのことですね。お titre ドゥで何年として、何年としてという表現です。で、えっ、ー、と、カントの、えー、と長くて有名な一節を、えー、読みたいと思います。 ジュルリヘ、このルは中世代名詞なんですけれども、あ中世代名詞あの、えっと、認証代名詞なんですけれども、えー、その前の,あのカントの一節をあの、えー、受け直しております。でえー、っとコメントなしに、えー、この一節を読みたいと思います。まあ、ほとんど、えー、コメントなしに。メイル、このイルも、えー、その前のカントのパッサージを指します。 このカントの一節は、e ねえー、これが、まあこの、この段落では見守るという意味になっています。で、えー、と何を見守るのか、えーまあ、4つぐらい出てくるんですけれども、えー、1、えー、1、2、3、えーまあ、4、これも含めて。 というふうに、ちょっとあの長くなっています。なので、私、ちょっと一回、ここであの、えー、訳はあの切っております。本講義全体を見守っていくことでしょう。でその後、えー、また三つぐらい、えー、あるんですけれども、でえーとまあ、翻訳としては、これあの。一、えー、つの動詞を四倍して、一応、私はあの訳しています。見守り、見守りっていうのを、あのちょっとあの入れております。 で簡単に関するあらゆる問いを見守り、簡単という単純な語が磁場を与える、えー、歴史的な、また同時に年代を持たない、太古の現代の、今日的ないし、将来の問いを見守り、歴史的、倫理的、法的、政治的、経済的などなどの問いを見守っていくことでしょうというふうに訳しております。<coughs> えとこちら大丈夫ですかね、えー、この句は、えー、と目的語を表していて主語がこっちになるんですよね。<laughs> ルサンプルもドスピタリテが主語で、えー、とになっています。艦 <laughs> 隊、えー、という単純な語が、えー、エモンテはこれもデリダのあのが好きなあの言葉なんですけれども、まあ、あの磁場を磁力をつけるというあの、えー、意味合いになっています。 ポリティックドラム、UI のポリティックスでの、えー、特に強調されている中道体的な、えーとえー、動詞になっています。で、一番最後、えー、と私たちは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、決してやめないでしょう。で、えーと、問い続けることを。このルは多分、えっ、ー、と、後ろのこのステクストとカントをあの、えー、指しておりますけれども、このカントのテクストを。ディレクトもうのん。 このウノんはいろんな訳し方あるんですけどもな、まあ、々のであるかどうかは別にしてと訳しております。<coughs> はい、じゃあ、えーで、こちらですかね。でこの後あの、関東の永遠平和のためにが参照されます。で特に第三条項があの全部丸ごと引用されますで。この第三条項でポイントはデリダによると、まあ、あのとりあえず2つあります。でタイトルが2つあのイタリックで強調されています。 一つ,目一つ目は世界市民法、w e l t b i l g r i c h t というのがあのイタリックで強調されています。でどういうことかというと、えー、これは道徳や政治、あるいは気持ちではなくて法律の問題である、えー、実定的なあの法,法律の、えー、と問題なんだというわけです。 何かあの外国人を歓待するというと、なんか人間愛的な響きはするんですけれども、道徳的な響きがするんですけれども、そうではなくて、これは法律の問題であるというわけです。2番目。2番目は、このオスピタリテートがイタリック強調されています。で、これは人々を困惑させ、困惑した起源を持つラテン語由来の言葉です。なぜかというと、その反対の意味、あの敵対というニュアンスも含むからです。 反対の意味はフランス語ではオスティリテになっています。見してください。で私があの指摘したいところはあのデリダがあーが、まあ、何らかの形であ表している自分の方法論的なところですね。うん、であこの引用の最後のあ文を見ていただければ。 それがまあちょっとと見えるんじゃないかと思うんですねで彼がこれからあの関東の文章をまあまあ読み上げるんですね引用するわけですけれどもでこれからこのセミネールの中で何回も何回もこの文章を取り上げるんですけれどもここで言ってるのはこの関東の文章関東のあ論文を取り上げる時は ディレクト o ンウノンと言ってますね。そして、インプリシティモン n ノン。暗黙的な形で取り上げるかどうかは別として。で、最後に、ドンサロングウドン彼の言語、まあ、彼のあ使っている言葉、あるいは、 その翻訳を通じて解いて出すことをやり続けるわけですね。でもそうするとデリダがどこで漢方の論文をコメントしているかというとなんかあのそういう問いに答えるのは難しくなるんですね。つまり暗黙的にずっと コメントしているんでですね、うん、でそれをあのそ,そういうところに非常にあの気を使った方がいいと私は思うんですねつまり彼が直接にカントについて論じていないかのように見える時あにも実はカントのコメントであるかもしれないでそれはカントに限らないことですでもう一つは「ドンサ・ロング」「ドンサ・トラドクション」 っいうところですけれども、それはどのように読み取れるかというと。まあ、いろんな。もちろん読解が可能でしょうけれども。一つのあの読み方としては次のことが可能です。つまり、ドンサドンっていうのは内在的にあの読解する。内在的な解釈っていうわけですね。うどんセットかドクション。もちろん、それはあの？うん 文字通りのカントの翻訳フランス語の翻訳を、まあ、デレラがコメントしているのでそういうふうにあ読むことは全然、まあ、可能ですけれども「<noise> ドンセトラドクション」というのはそのカントの言ってることがいろんな形あであの翻,翻訳というかまああのちょっと得られてきているわけですね。 つまりそれはむしろ内在的解釈というよりカントが用いられてきた文脈のことを言っているのではないかと思うんですね。でそれは脱構築はあよく批判されてきたあことですけれども内在的読解にすぎないと。でもそれは実は全然そうではなくてむしろあのデリダが その文脈も、まあ、文脈も踏まえた上で、脱構築しているので、で、同性トラドクションはこういう意味もあるのではないか。ですから、西山先生が最初の時にまで、だかがその93年以降、起こっていることについて、論じている時は、実はそれは、ある意味で、カントの翻訳なんではないかと、私はちょっと。 まあ, mm. 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 まあ, Ils le droit à l'hospitalité. Que dire eh, Peut-on d'une hospitalité à Dieu non humain, à Dieu du vent, par exemple de l'animal, du végétal Doit-on l'hospitalité et ce le vent, moi, quand il s'agit d'accueillir, euh, de se faire accueillir par... はい、ありがとうございます。<coughs> で、えーと、その後、えーと、艦隊の人間的な次元における重大な問いというのがあの提示されます。で、えーと、それなんですけども、えー、まあ、あの、 まあ英語で言うと、ほわっとセイみたいな感じですけども、何を語るのでしょうか、何が言えるのでしょうか、プトンパーカレドゥ何について語ることができるのでしょうか。で、えっ、ー、と、目的語なんですけども、まず一つ目、一つ目はノンユーマン、非人間的なもの。で、その後出てくるものはすべて部分関してあることに注意した方がいいと思います。ちょっと繊細なんですけどもね、あの全部部分関視になっています。なので、何か、 あの定冠詞とか不定冠詞のようにこれと定まったものじゃなくてのようなものというちょっとぼやっとした、うん、あの表現になっています部分監詞を使うことで、えー、なので、えーとまあ、本当は障害すること何か非人間的なものぐらいのぼやっとした、えー、と指示表現になっていますでその後、えー、例えばで3つ例が挙げられています神的なもの動物的なもの植物的なものへの艦隊について デリダは万年動物論というのがすごくあの重要視されているんですけれどもで、えっとまあえー、フランス哲学における動物論的な展開というのが、まあ、起こるんですけれども、えーまあ、ここでは植物も挙げられていますよね。なので、えーっとえー、植物についてはどうかということで、まあ、3、4年前から、えー、今度は植物論的展開ですかね。はいえーっと 植物についてあの哲学者はいかに、えー、語ってこなかったかどうかということがあの、えー、議論されたりものしております <laughs>、えー、次、ドアトン・ロスピタリティでちょっと飛ばして、ロト・ウレ・トンジェ、えー、という、えー、のが目的語ですねで、えーと、私たちは、えー、この艦隊を、えー、他者ないしはエトランジェストレンジャーですね 外国人、違法者に対ししてて、えー、艦隊の義務を負っているんでしょうかどんなコムこれはあの、えー、と同格表現になっています。えー、神として動物として植物として <coughs> の、えー、他者とか、えー、ストレンジャーに艦隊の義務を私たちは負っているんでしょうか。<coughs> 最後の「プースセルビアのこの「プー」なんですけれども、まあ、これもあのよく出てくる表現で表現の補足。 辞書を引くくとと出てくると思いますで、えーまあ、何々すればという感じで、えーまあ、表現をあの付け加えるような何か挿入句的な役割を示すあのプーになっています。これも論文ではよく出てくるので要注意です。シュセ b ビエル・ちょっとフランス語ではややこしいんですけれども何々の使うという表現が、まあ、この題名同士の本質的用法であの表現されます。 英語だとね、アイユースとかユースで済むんですけれども、ちょっとフランス語だとちょっと回りくどい表現になっています。これら3つの慣習的なカテゴリー、えー、を用いるならばということですねで。その上、その上のこのカッコの中なんですけれども、ここなんですけれども、挿入句的な表現ですね。で、えっ、ー、と、簡単というのは良い言葉でしょうか。で、えっ、ー、と、コンティルサジダキュイが、まあ、何かを受け入れるとき、 あるいは、えー、次は、ここであの、えーと、フェールの,、えーえー、の再帰的な表現にあのなっています。自分を受け入れ、えー、させるということで、まああの、誰かに受け入れられる、うん、ということですね。自分を何かによって受け入れさせる、イコール受け入れられるというふうなあの表現になっています。 この場合、無理やりかそれとも自然にか、うん、という2つのニュアンスが文脈によって、えー、ありますので、まあ、注意された方がいいと思います。無理やりさせられるのかあの自然とそうさ,させられるのかという、まああのえー、ニュアンスは文脈によって異なります。で、ここで、えー、と出来事の水平性と垂直性というあのと,とても重要な議論があの出ていると思います。で,、えー、とですから でこれは、えー、出来事を語ることのある種の不可能な可能性からの引用です。引用します。垂直性によって私は言い表したいのですが外国人いた者ストレンジャーつまり他者のもとに到来する何か還元不可能なもの単に労働者でも市民でもなく容易に同定しえないものとは他者のもとにいて私に予告をせず期待の水平線をまさに逸脱するものです。 というふうな表現がのなされております。これはすごく重要だと思うんですよね。で、先ほどもあの神人間、えー、動物植物ということで水平軸が出ていました。で、えっ、ー、とまあ、デリナによれば、えっ、ー、と無条件的な艦隊が起こる場合にはこれはあの単なる水平軸だけではないということです。で、えー、水平で考えると向こう側から来たあのストレンジャーをどうやって受けるのかというふうな議論になると思います。 でそ,うじゃなそ,それだけではなくてあの垂直に何かが到来している、えー、それは神的なもの非人間的なもの動物的なものまあともあれこの水平の軸には収まらない垂直軸があるからこそ簡単な出来事が起こっているというふうな、えー、ことがあの言われていますでこれの、まあのそんなに難しいことでは全くなくてまあ,あの日本だとオリクシュ忍びなど「まトロンあの、えー あの村の外からやってくる、えー、旅人を歓迎する、えー、にあたってはそこに何らかの神聖性があるとかあるいはさっきのウクライナの事例でも、えー、それは同じ人間を向こう側から受け入れるだけじゃなくて人間の尊厳を、あのー、剥奪されてしまったあの人たちだからあの受け入れるわけです。だからそこでは必ず 垂直性の,あの,、えー、あの,あの視点が次元があの作用しているというのはあの、えー、結構実感として我々あの納得する話じゃないかなと思います。<laughs> こ,う面白いね、これは非常に面白い。えーえーとまあ、データがいろんなところでいろんな形で,であの取り上げた問題ですね。でも特ここにあ面白いのは、まあ、あの動物だけではなく。 神様だけではなく植物だけではなくそしてあの神様動物植物を一緒にして非人間的なものとして取り上げているんですね。うん、でデリダがあの答えを持っているわけではないんですね。 彼は聞いているそれはあのドアトン・ロスピタリテと,と聞いているんですねそれはあの本当に彼がまあ分からないって言えば分からないんですね、まあ、それはアポリアにアポリアを主張しながら考えているわけですけれどもそういえば私たちは一つの植物に対する ああ艦隊ってまああのいうこと考えられるのかな本当にあの考えてみてくださいどのようにそれは因、e、由としての艦隊に過ぎないのではないか、うん、まあそれはまた大きな問題に、うん、<laughs> そ,そこにあるんですけれども、うん、ああそれはああまあメタファーとあああれはまあ言語言葉 うん、あの艦隊の関係はどうなるかそれはまた別の問題あーでも本当にあの具体的に想像してみれば大きな問題になると思うんですけれどもでもそれだけではない私があの非常にあの面白いのは彼が「セットワカティゴリーコンベンショネル」と言っているところに、うん、あの注目した 監修的な3つの範疇カテゴリーですねつまりあのそういったものでさえ十分ではないんですね、うん、我々はあ命名できないものに対してウスピタリアでなければならないのであればやはり動物とか 神様とか植物か一般的なカテゴリーで考えるともうその点でもうあの艦隊が終わっているのかもしれません、うん、とデリダが言ってるそう、ね、かもしれないですね。だからこれがその次の年にデリダが「L'Animal <coughs> Autobiographic」という大きな学 <coughs>、まあの,ところあのあ時にあの ああ動物をうじるきに一般的な動物があるかのようにうじることを批判してきたんですねその次の年2年後かなではじゃあど,どうやって私たちがあの多少受け入れることができるのかなそうすれば、うん。そこに まああの西山先生も指摘ご指摘した交渉の問題が出てくるんですね。もちろん、一切命名できないものを受け入れようとしても、なかなか受け入れられないのではないか。でまあ、あの垂直性が重要ですけれども、どのように 垂直的にあなんていう到来した他者が到来していることに気が付くのかな。うん、でそ,そこはまあだからデルタが答えを出していないんですね。でだここにあのこういうふうにまあ問いを立てるというのは非常に重要なところだと私が思います。うんうんうん ありがとうございます <laughs> あとここでロートエトランジェってありますけどもこのセミナーの中ではロートコとエトランジェはどう違うのかっていうこれもね,ねあの哲学史の中では案外問われてない問題をあの繊細にねいつからストレンジャーになっていつからあのロートコなんだっていうあのこれも繊細な問いの立って方だなと思いますねはいロスフィタリティエットコンセプト une expérience contradictionnaire en soi qui ne peut que s'autodétruire ou se protéger elle-même d'elle-même s'auto-immuniser en quelque sorte c'est-à-dire se déconstruire d'elle-même justement en exerçant justement oui. えとこちらは、えー、と艦隊についての,の定義づけがズバリとなされているところになります。で,、えー、とうで艦隊の主題は、まあ後で見ますが脱構築的なとても適したあの主題であるうというわけですね。で、えー、と艦隊とは、えー、それ自身で、えーとえー、自己破壊するでこれ抜くになっておりまして。 えと何するしかない、することしかできないというふうな限定表現になっています。自らを自己破壊する、でここちょっと込み入っているんですけれども、それ自身で、それ自身をというふうに、ちょっとあの冗長なんですけれども、それ自身で自らを保護することしかできない、でそれがまとめて言い直されています。 それはこの音意味に税ですかね。要するに、まあ、自己免疫を行う。まあ、これはあのデリダ、この時代のえっとお気に入りの表現でして、自分を守ることが自分を破壊するという二重の運動をあのこの自己免疫ということで表しています。つまり自己免疫を行うことしかできない、それ自身で矛盾した概念と経験なんです。私、翻訳ここで一回切っております。 でえつまり、えー、まさに遂行することでそれ自身で自らを脱構築することしかできないのです。でえっ、ー、とまあ艦隊においては、まあ、あ主人とか事故とか家とか、えー、そういったものの権威とか能力があの問われます。 まあ、アイデンティティの問題ですかね。で、えーまあ、私がこの家にいるから、このテリトリーにいるから、誰かを受け入れることができるというふうな、まあ、アイデンティティのルールみたいなものが、まあ、艦隊の場をあの形作っています。なので、まあ、それをどこまで受け入れるか、どこまで受け入れたら自分のテリトリーが壊れてしまうか、まあ、ギリギリのせめぎ合いのところがあるわけですね。なので、まあ、あのこの艦隊においては、その自分のテリトリー、 自分の、えー、テリトリーにおけるあのアイデンティティをどこまで、えー、他人に認めていいのかどうか許していいのかどうかという問題が、えー、起こります。まあ、これが脱構築的なしないだというわけですね。あはいここここ、ここですね。まあ、これはある意味で艦隊のアポリアとして出てくるんですね。うん、で、ここからまあ何回もあの繰り返すことになるんですけれども。<laughs> それはデルタがよくやっていることででアポリアは最後に来るものではないつまりなんかいろいろ考えと上でアポリアにつくっていうようなやり方ではないということを私はちょっと主張したいと思います、うん、アポリアから始まるんですね、うん、それはまあ,あの例えばあ 例えば、贈与の,のセミナーにもそうですし、まあ、どのセミナールもそうだと思うんですけれども、アポリアから始まる、でそれはどういうことか。普通デリダリオ、デリダを批判している人たちは、贈、ま、与、あ、論にしても、ここのあロスピタリテ、艦隊に関しても言えることですけれども、アポリアが最後に生きているかのように、デリダを批判しているんですね。 でも実はデルタがアポリアであーまあアポリアを出発点にしてそこからいろいろやってるわけです。これはあの第1回ですね。うん、非常に面白いです。あの興味深いです。でえー、十分それはあの論じられていないのでまあ、最後に皆さんと一緒にちょっとあの議論 <laughs> できればと思います。じゃ <laughs> あの。マンテの マンソウヌフェゾンソンブロンドブリルダポテドセミネル。でソンスフルシュー。ヌサボンパスクセクオスピタリテ。パゾンコ。パゾンコ。メールソう本ヌジャメ。エスエスラーケユヌクエスションヌサボアエユヌクエスションヌトン。はいありがとうございます。でえっ、ー、とこれがえっ、ー、とこのセミネルが始まって。 えー、7ページ目ですけども、えーまあ、7ページ目でやっと,あの、えーとえー「セミナーの扉が開くよ」と思ったらあ、まあ、開,く開けるふりだけするよというあの、えー、お話にあのなってきております。で、えー、とじゃあ、えー、と今私たちは講義を始めていますあるいはセミナーの扉を開けるふりをしているんです。 えとフェール・ソン・ブロン・ドゥであの、えー、何をするふりをするという表現です。私たちはあの,式あの境界線にいるんですという、えー、表現ですね。でこの水友というのがあのこの後何回も出てくる表現になります。で、えーとまあ、デリダは、えー、とそれぞれのセミナーであの決め台詞を用意します。で、えー、この回の決め台詞ふは、えー、こちらになりますね。 ヌヌ・サボンパ・スクセク・ロシピタリテというのがあの、えーまあ、決め台詞になっています。で、えー、とこれはあのとても普通のフランス語です。で、えーまあ、こういったあのとても普通の,あの日常的なフランス語から、えー、問いを組み立てて、でそこからあの何か哲学的な考察,考察をするというのがあのデリダのスタイルにな,なっております。でこれはは本当にあの私たちは 艦隊、えー、が何なのかわかりませんという表現になっていますいま、えー、だにパゾンコノットイエットですかねこの前のルは、えーとまあ、中性代名詞になっておりまして、まああのえー、とこの前のこと全体を指しております前の状況を指しています でこの「じゃめ」はちょっと注意した方がよくて、えーとまあ、2つぐらい意味合いがありまして1つ目は否定表現であの英語の「never」と同じ意味ですね2つ目は時間表現になっておりましてこれ過去と未来があるんですねでかつてといつかでこの場合は「祖本」と「誕生未来形」なので「あのいつか」というふうに訳さないといけないということですしかし私たちはいつかこのことを知るのでしょうか で、これが知ることの問い、時間の問いでしょうかということです。で、この私たちは艦隊が何なのかわかりませんという文章は、好意遂行的矛盾を示す文として、これからの分析されていきます。で、これはえ、つまり、えっとえあの、主人からお客さんへとあの発せられるあの言葉えなんですね。なので、あのえ えー、だから、えー、ホテルに行って、えーとえー、ホテルの、えー、支配人から私たちは、えー、お皆さんをお迎えするっていうことが何なのか分からないんですっていきなりホテルの、えー、主人に言われると困るわけですよねなので、えー、その主人が発するにはあまりにも矛盾したあの言葉になっています。あとは これがフランス語で発せられているっていうこともあのえ自覚、えー、しているとあのデリで言っていてここはあのデリでの本当にあの繊細なところだと思います。の、えー、の言葉は主の言葉葉はで発せられますよね。はい、つまり私たちが外国旅行していらっしゃいますと言われることは絶対ないわけですね。日本語で。必ず、えー、フランス語で,、えー、ス語でビアンブニュー英語でウェルカムとその主の言葉でしか艦隊の言葉は発せられません。 あの外国で「いらっしゃいませようこそ」と言われることはないです。ゲストの言葉で寛大の言葉は出てきません。というこの,の非対称性でしかもしかも主が分からないと言っているというとても二重三重に矛盾したとても興味深いキーワードを発しています。でこの文章は少なくとも3つの意味あるいは4つ以上の意味があるということでこのあと4つの意味が説明されます。 この意味という単語をデルではアクセプタシオンを使っていますわざとでこのアクセプタシオンにはアクセプト受け入れるっていう言葉があるのでまあわざわざこの言葉を単語を使っています la p r e アクセプション c'est celui qui dépend de l'oxone mais sur le mot L'hospitalité, ce non-savoir n'est pas nécessairement une déficience, une infirmité, un manque. Son apparente négativité, cette négativité grammaticale, le non-savoir, ne signifierait pas l'ignorance, mais j'ignorerais, j'apparerais euh, seulement que l'hospitalité n'est pas un concept qui se prête à un savoir objectif. はい。えっ、ー、と、一つ目の意味なんですけども、えっ、ー、と、アクセプタシオン。次のこのセルは、あの、うん、このアクセプタシオンを代名しています。で、それは、デポンドかえっ、ー、と、条件法になっています。で、えー、とこのサブワール、知るという言葉に置かれた協調にかかっています。で、えっ、ー、と、 この、えー、さ知るということが後ろイタリックで強調されています。えー、そす non savoir、馬体などはあのこれをあの概念化しましたけれども、えー、このあの七、ね、知らないことは、ネパネセセアルまン、あ、英語と同じ限定限定否定ですね。あの必ずしもないのではありません。デフィシオンス、アンフィルミテ、これはあの精神と体のえっ、ー、と欠如のことですね。えっ、ー、と知能の 衰弱と,あとアンフィルムと身体障害にも用いられますから、えー、と精神的な欠落とか体が欠落し障害があるとかそういうことではないと欠落ではないんだというわけですその,アパそのアパホンとネガティビティその見かけ上の否定性、えー、と文法上の否定性は、えー、無知を意味しているわけではなくあとすべて条件法になっています <laughs> で、えーと であのえー、と主張が、えー、若干緩和された、えー、感じであの条件法があの用いられています。えー、そうではなくて、えー、シニアルレウアハペルへ、これ2つともあの、えー、指し示すというふうな注意を促すというふうなあの意味なんですけれども、えー、シグナルを送る、アピールを送るという感じですね。で、えー、何を、艦、え、隊、ー、は、えー、客観的な知識。 にかなった概念ではないことを示して思い出させているだけなんです、えー、だけなんです,、えー、ですという、えー、ことになりますで、えー、ここで一つ目の意味はあの非知の経験ですね簡体とは客観的な知にはとど、えー、まらない経験なんだということがポイントですその理由は二つ客観的な概念規定に抵抗するから二つ目 えー、どうに、えー、明確な形で対象化しえない思考的な経験だからというのがその理由です。で、ここから始まるわけですね。でも、あ、maintenant、お、nous, nous faisons semblant d'ouvrir la porte du それ講義の扉を開ふりをして、どうしてふりをしているわけそれが気になるんですね。うん メンテのヌコメンソンはもちろんあの彼が最初に言ったことの続きです。アヴォンデュ・コモンセ始まる前に言うこととじゃあこれから始まる。でも彼はじゃあ始まる前に何を言ったか関東の文章をコメントせずにうん、うん、あるいはほとんどコメントせずに彼が何を言ったかというとうん、うん、彼は まああの艦隊のアポリアを提起したわけですね。でそこの,あの文章を見てみるとですね非常に面白いことが出てくるんですけれどもそれはフランス語のあ24ページになるんですね。そこはあの 艦隊がどうしても、どうしても、あの、自己脱構築をしてしまうというわけですね。で、じゃが何を言ってるかというと、あの、23ページはありますありますよ。十3ページのま真ん中からちょっと下の方。はい、おふん、あぼん、めんじゅ、コモンセ。 Au fond, avant même de commencer, nous pourrions arrêter là notre séminaire sur la formalisation d'une loi de l'hospitalité qui frappe violemment, d'une contradiction, euh, contradiction, le concept même de l'hospitalité en, en arrêtant la limite, en le déterminant. Donc, まあ艦隊の方を形式化することができるわけですね。で、じゃあ、あのその24ページにおってください。ここにータがまた面白いこと言ってるんですね。あここはあ、あ、ここでいいです。はい L'hospitalité est un concept, une expérience contradictoire en soi, qui ne peut être autodétruite. C'est ce que tu as dit. Ce qui est ce que tu as dit, c'est que Delida, c'est un humour qui a Mais pour ne pas arrêter ici ce séminaire, avant même de commencer, je vais faire comme si

アポリア的法を彼があの言っているわけです、ね。じゃあこれから彼がじゃあ何を言うんですか、ね、私は前のコメントにまあ彼はいつもアポリアで始まるって言ったんですけれどもアポリアで始まるとどうなるかっていうとおそらくそこから先はないんですねアポリアですから、うん、もう通る道はないんですね。うん、でそこにまあ一つの、まあ、方法論的な ところでもあってあデルダの思想の特徴でもあるんですけれども時間の問題が出てくるんですねアポリアで、まあ、始まる前にアポリアがあると始まったらそのアポリアの繰り返しになるんですね、うん、だから本当に始まっているわけではないんですね根死でなければならない、うん、だからデルダが 始まっているふりをしているわけです。と私がまあ解釈しているんですけれども、で、デリダがここであのあ扉を、まあ、講義の扉を開けるように、まあ、そういうふりをしているなんですけれども、実は、そこはあ、あのこれはさ,さっきのんんですね、あ 実はそれはあの今言ったその始まる前に言ったことを意味しているわけだけではなく彼はあの無視しようとしているのは今までの7ページだけではない彼があまあ長い年やってきた 長い年間を経、うん、て、やってきたことを全部申ししようとしているんですね。うん、つまり、まあデルタがいつも同じことを言っているかのように見えるんですけれども、実はそうではなくて、で、アポリアを、あまあ、シャックファユニークって、日本語でなくて言、ねいや、その都度、その都度。 唯一のあ新たな形に取り上げていると私は思うんですねでここでじゃあその,そのやり方でそれは繰り返しになるんですね、うん、でまあ,あ最後まで読んでいくと、まあ、そ,そのところに戻りたいと思うんですけれどもあおそらくその反復は艦隊そのものにおける反復でなければならない。 ですね。そのつまり私たちが今見たのはまあ,あ時間の問題だから Est-ce la une question du savoir est une question du temps? 時間の問いでしょうかまあ時間時間の問いでしょう、うん、とかあれがまああの言っているだけではなくてもうあのそういうふうにやってるんですねでそれはあ。 まあ開始というのがいつもすでに反復でありでそこからまあデリダのやり方にだけではなくてデリダの扱っている艦隊におけるまあ時間性の問題のことも意味していると私は思うんですね。もういいう一つどぞ ああキメゼリフっていうのがあるんですね。デザもそれが大好きです。大好きなんです。もうああ大好き。もういつもやっているような感じです。いつもではないんですけれど <laughs> もそういう印象が残るわけですね。こ、うん、で,、はい、でこのキメゼリフはあのポリティック,クスのああとよ友がいないと同じぐらいのキメゼリフなんだみたいなことも書いてますよね。そうですよ <laughs>、はい。はいはい。 かん、はい、あ寛大します寛大がないっていうことですねこれアがねそうですどうようこそいらっしゃいましたでもわかりませんそうですそうです <laughs> そうで,すであでそれその決めジェリフをわざわざ何回か繰り返すんですねそうですねであ今あのあ 27ページを見せてくださいあ。もうちょっと上、もうちょっと上。で、ここにあの5行目にヌヌセ・ボン、うん・パスクセ・クル・スピタリテって書いてあるんですね。で、この段落の次の段落には、カッコいりで、

彼がもう反復を主張しているわけですねでで反それと同時にまあ彼が考えた決めゼリフを何回も繰り返してちょっとあのな,なんていうもう飽きちゃう <laughs> <laughs> って言ってもいいぐらいのああまあその何回も同じことを読んでまあ彼はたまにあの 誰か。まあ、自分の言葉ではなくて。違う人の言葉を。まあ、取って繰り返ししている、まあ、正論とか、うん、そうですけれども。でも。自分が考えた分ですから。なんでそんなに繰り返すの。で。聞きたくなるんですね。でも。そこに、まあ、私が。長い間悩んでて。で、思いついたのは、彼が。おそらく。 あ指摘したいのはある種のある種のあなんて言えばいいんですかあ,ある種のあの予測できない可能性、うん、最初に私がまあそのカントについて implicit もああ 暗黙的にコメントするとデリダがあ、まあ、言,言ってるんですね。でここも実は彼がまあ少なくとも4つの意味。うん、まあこれから読んでいくとこの4つの意味に実は 4, 4つではなくて多数あるんですねその中に。でもそれ以外にも他にも読み方がある。つまり 彼が言っていることが意味彼が言っていることに意味を還元すべきではないと彼自身が主張しているかのように見えるんですね。うん、で,そのでもそれはどう,いうどういうことかというと私の読解では彼が指摘しているのは 限然できない可能性それはまあ不可能な可能性と言ってもいいんですけれどもつまり私たちが考えられない考えてしまうとその可能性が限然によって考えるのでその限然において限然されてしまうので。 可能性としてはもはや考えられなくなるので彼が言っていること以外にも厳然されない可能性が指摘されているんですね。うん、でそれは指摘でなければあ、まあ、指摘あこ,こういうふうにあのインディケーションという形でしか、うん そういった現状的ない可能性が現れないと私は思うので、そこはちょっと面白いなと、またちょっと方法論的なことですけれども、そういうことが面白いなと思いました。La deuxième exception enveloppée par des La première. Si nous ne savons pas ce qu'est l'hospitalité, c'est qu'elle n'est pas. Elle n'est pas un étant présent. Cet acte international, cette adresse ou cette invitation, cette expérience qui appelle et s'adresse à l'autre comme étrangère peut lui dire la bienvenue n'est pas. プシエーションとネパ、ネト、ah, <pas>、ネトパ、ジュデーパとネオ。ダボー、エルネパパ。はい、ありがとうございます。<c oughs> であの、2つ目の意味なんですけれども、えー、2つ目の意味は、えっ、ー、と、第一の意味、ラプルミエル。これ、のアクセプタシオンがちょっと省略されていますけれども、第1の意味にあの含まれている。 ように見えるかもしれません。プーハイがこれ条件法になってますね。はい。えー、なので場合によってはみたいなニュアンスになってますね。条件付きというニュアンスが出ています。次はしとせくですかね。これはあのえっ、ー、と、えー、文章を読む方はあの要注意でして、この場合のしはあの仮定、えー、ではありません。 ないないなのはないないであるからだというふうなあの、えー、文章表現になっておりますので要注意です。もしないないならばでは絶対ないです。<laughs> でえー、と私たちが艦隊が何かを知らないのは、知らないならばではないです。でえー、と理由が、えーまあ、2つぐらいありまして、L、これがあの艦隊を表していますね。ね艦隊が存在しないから、艦隊が まあ現実の、現在の存在者ではないからです。で、えっ、ー、と、このアクト・アントンシすネル、ね、意図的な行為、あるいは思考, <laughs> 思考的な行為、セット・アドレス・ウ・セット・アンビタシオン、この宛先とか正体、セット・エクスペリエンス、これちょっと長いんですけれども、 えと違法人である他者に呼びかけて言葉を差し当ててようこそと語るこの経験は、まあ、存在しないことの、えー、複数の意味で、えー、ネパーですねぱ、えー、存在しませんというふうになっています、えー、最後のここでちょっと付け足し的にこの、えー、ネトパーに付け足されてジュ,ヌパーデュネオンでデぬりぱでぃねお、えー、この存在しないということを私は無 とはちょっと言いたくはないんです言いませんよとあのこれは無とは違うんだというニュアンスをしていますある別の仕方での存在というわけですでここでのポイントは非存在性ですかねで無とは異なる非存在性です でえー、その理由なんですが、まあえー、ごく単純に、まあ、官邸とはこれあの義務とか法とか責務なので、えー、となんしなければならないという、えー、そういうふうな、えー、責,責任なので、まあ、あのこれはものではないという、えー、ことですよね、えー。ある責任感に基づくあのアクションということで、まああのえー、なんかものではないということでわ、まあえー、かると思います。 あと、艦隊はあのなかなか持続しない経験なんだということも言われております。で、これが2つ目の意味になりまして、でこの2つ目の説明の後に、クロソフスキーのロベルトは今夜の引用があります。 でえー、とこのクロストフスキーの「ロベルトは今夜は」は、えー、このオクターブという男性があのその女性ロベルトをあの客人にあの、えーとまあ、差し出すという、うん、それがあの艦隊の掟として描写される、まあ、ショッキングな小説なんですけれども、えー、その議論がなされますあとはその後オタージュ」ですね人質。 ですね、の議論になってでえっ、ー、とまあ,あの誰かに自分を差し出すことということであの人質の議論がレビナスの議論と絡められて、えー、論じられることになります、えー、でレビナスによると自己、えー、が先にあるんじゃなくて、えー、他者に差し出された、えー、限りにおいて私というものはあると他者の身代わりになる他者に自分をあの 犠牲にするというと言い出すぎかもしれませんがあの、えー、他者の前に、えー、責任を負うことによってあの私の自己のアイデンティティは確立するんだというふうな議論をあのしております、まああの。デリダによると,、えーと,えーえー、と全体性と無限レミナスの全体性と無限は簡単の本で えーえー、と存在とは別の仕方では、これはオタージュ、人質の本であるというふうなあの、えー、ことも言っておりますし、アデューで、えーまあ、ここであの、えーとえー、クロソフィスキーとレヴィナスが引用されます。2>, 2つの,の細かいところをちょっとしていきたいと思います。1つは、あの1つは、えー、っと34ページはいには、はい、あの って言っているところがあるんですけれどもそれはあの下から2行目ですね。あこれはオタージュのあ、まあ、人質のせ戦略のところですね。うんうん、L'invitant devient comme l'Otage de l'invité。で、これは「devenir invité」言ってるんですね。それはもちろん あのドゥルーズを思わせる表現ですね。こ、うんうん、れが、うん、ドゥルーいるんです、ねうんうん。もしお望みならば。はい。はい、で、ドゥルーズテそれはあの生成の話ですね。うん、でちなみにデリダがシミネールの直前にドゥル,ルーズのあー そうね、シについてて一言言ってますうん、うん、でそこでまあ,あこのセミナールの中でも、まあ、ドゥルーズをやってきましたよとかって言ってましてで、まあ、秘密のセミナールへの言及が含まれていますでルイ・マハンのあ名前も出てきますけれどもで彼は非常に、まあ、ドゥルーズあーの まあ影響を受けると私は言いたくないんだけど、まあ、非常にドゥルーズの思想がまあ重要だったと。あでそらくこの,この文章が書かれた時にはまあドゥルーズがまだ亡くなっていなかったかもしれませんけれどもここは何らかの形でまああのドゥルーズを こう受け入れようとしているように見えるんですね。うん、でこのちょうど1995年6年からデルダがだんだんあのドルーズを引用するようになるんですね。よりよくドルーズをセミネイルとかの中で取り上げるようになるのでそこはちょっと面白いなと思います。けれども、うん じゃあ、はい、ドゥル,ルドゥルドルの視点から言えばあのドゥーニーが見てって考えられるのかなってまあドゥルドルの研究者にちょっとお聞きしたいなって思うんですね、うん、でもう一つのこういうとてもあの <laughs> すみません。ここ一つはデブヴニアンビテデュラン・ビトンというのがありましてデュランビトン。ビトこの場合はあの主人があの客にあの変化するっていうことですよね,そうですね主人がお客さんを招いているにもかかわらずはい。なんか主人の方がお客さんの立場になってしまうそうです、ね、お客さんのほうが主として振る舞うというふうな逆転現象のことをあの一つ指しておりますけれどもだだからこそあの面白いですうん、うん、つまりデブヴニアンはあの例えば 男性性というのはドルーズには絶対ないわけですね。うん、であるいは主人性というのはありえないわけです。そうんじゃ、動物、子ども、アンペクセッティブとかあるんですけれども。うんうん、近くしなないものになるでも、うん、あのじゃあ艦隊の方で考えると、艦隊のポリオで考えると、おそらくそれさえ考えられるのではないかと。

アン・ヴィトンのあ、まあ、力の持ち主であることが、うん、あの主張出だが主張するんですけれども何回か出てくるんですけれども、うんうん、ちょっと面白いなと思いますでもう一つは本当にあの小さいところですけれども出だが私がしている限りほとんどポール・クロデルを、うん、あ引用しない、うん 研究してないけれどもこのセミナイルにはまあクロソフスキーとレヴィナス以外にポール・クロデルの名前が出てくるんですねうん、うん、それはあの36ページでもちろんあのあークロデルのあー三部作の中の、まあ、最初のあ「ルタージュ」という、うん、まあ,あ ででいいですか、ねうんはい。すはがあるんですけれどもでその後にまあ,あロターズだけではなくて「レションズも」も一緒に読むべきだと言っているんですねそれはちょっと面白いなぁと思うんすなるほど。うんうん、でそれ意外に私が指摘したいのは、まあ、この2番目の意味での最も重要なところと私が 思うのはどうして存在していないどうして艦隊は存在していないかというとそれはまあ私の読解である意味で「様体の問題」というふうに読み取ることができるのではないかと思うんです。ののモダリティの問題ですね、うん、なぜかというとまあそれは32ページにもありますし37ページにも出てくるんですけれどもそれは「デュヴォワーある種の義務、うん。 であるからそれはあの、ドゥワーは普通、ヴイツ語のゾレンとかをうん、うん、あ翻訳している言葉ですね。すごく強いこと。それはあの、要態のカテゴリーとしては、アレティックモダリティではなくて、デオンティックモダリティ。うん、違う種類のモダリティですね。うん、だから、ドゥワー対 となっているわけですね存在ではなくてなければならないあるいはまあまあドゥはいろんなふうに翻訳することがまあ訳すことができるんですけれどもそこがおそらく問題になるのはまあじゃあ艦隊のの要態はどんなものなのかで艦隊の要態はおそらく ま,あまだよくわからないんですけれども存在の側から考えられない可能性とまあ、うん、ドゥワー義務、うん、が一緒になった何かそれはあの容体だと 体であるものとしてはおそらくなんていうあのー、艦隊はあ日本語だとポリモドってあの多様体的と私が言いたいんですねでその多様体性をデルダがここで主張しているんではないかとまあ皆さんのご意見もちょっとあお聞きしたいんですけれどもはいえー Oui. Oui. Mais il y a encore une troisième acception, une troisième intonation, une troisième accentu, accentuation de la même phase. Cette troisième accentuation semble aussi avoir rapport au ton et à acronyme à uh, l'anachronie uh, essentielle voire à l'instant paradoxal dont nous venons de parler. Mais en vérité, eh, il s'agit d'une autre expérience, d'une autre dimension de temps et de d'espace Nous ne savons pas ce que c'est que l'hospitalité, ce qu'on entendrait nous nous ne savons pas encore ce que c'est que l'hospitalité. On n'en sonde pas, pas encore qui reste juste à penser. Ne pas, pas, pas encore parce que. Nous euh, le saurons. Ah, nous le saurons ah, 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 mieux demain dans le futur, dans le présent futur, mais. パンコはい、ありがとうございます。役なんですけども、で3つ目の意味ですね。で、えー、とこちらが、えー、とまあ時間との関係になります。で、イリア・オン・ク、えーさらに3つ目の意味があります。で、この3つ目の意味は、えー、まあ第3のイントネーション、第3のアクセント、えー、と、 言い換えることができますでこの、えー、第三の、えー、抑揚アクセント化なんですけども、えー、これは時間と、えー、関係を持っていますであのここであの、えー、若干フランス語をあのア,アクセプタシオンからイントネーションとかアクセントというふうなあの言葉に置き換えることによってまあこれはの、えー、リズムの,、えーとね、あの語彙なのであの時間に近いニュアンスを えー、あの,にのある言葉を選んでいますよねで、えー、3つ目のアクセントを,を置くとするならばそれは時間との関係があるんだあるように見えますよね見えてきますよねというふうに、えーまあ、この辺もねあのレトリックがすごい面白いなと思いますで時間との関係どういうことかなんですけれども、えー、ここで私一回あの本やあの訳文を切っております <coughs> で、えーと、それは、えーまあ、アクロニーですかね、えー。これはあの、えー、クロニーが時間で、えー、それがあの否定されているので、非時間かな。でアナクロニーは、えー、とアナが、えーとまあ、逆説的なみたいな感じで、アナクロニー、時間錯誤ととりあえず訳せると思います。でさらには、えー、パラドックスなあの瞬間、えー、との関係になります。で えーと実際のところは、えー、時間と空間の別の経験別の次元が、まあ、重要なんです後半の方ですが、えー、と私たちが艦隊が何なのかもしれないという、えー、表現がほのめかしているのは 私たちは艦隊が何なのかをいまだ知らないですかね。こちらが強調になっていますが、まだ知らないという、ここでオンコという言葉が入っています。パゾンコーになっています。これはどういう意味かというと、これは、キエレストアポンセ。考え続ける必要がある表現ですね。このいまだない。 ということなんですけれどもこれはどういうことかというと、えー、それはヌルスソホンこのよりも中世代名詞でして、まあ、この状況全体のことをあの表しています。で、えー、とこのことを明日になれば未来になれば未来の現在時においてもっとうまく知るようになるというふうなことではないんだというのがポイントですね。 で2つの理由が挙げられています。でつ,の理由あつまり、えーとまあ、将来において、えー、何らかの能力が手に入って、えー、理解できるようになるというわけでは、えー、ない,というわけです。その理由が2つ。1つ目,1つ目は国内法や国際法の現行制度か、ね、を超えて、えー、簡単な理念をあの思い描くことというのが重要だからです。 まあえー、とそういった制度は歴史的なもので、えーとまあ、将来的には、えー、もっと外国人を受け入れる制度がより良くなるだろうとか、まあ、そういうことが考えられますけれども、まあ、そういった歴史性とは別の次元であの艦隊の理念を,、ね、を考えることが指し示されているからです2つ目なので艦隊には来たるべきものとの本質的な関係があ,あります あ、これが簡単なんだ。え、これがまさにえ、そうなんだ。え、これでもうすべてが終わったんだというわけにはいかず、えー、常にこの来たるべきもの、人とのものとの時間的な関係があるからです。あのヴァン・ルクモンセのところからで、だからすでにうん、あ,あるけたでまあ時間との関係を。 話題にしていると私が解読しているんですけれどもじゃあその艦隊の時間性はどんなものかというと、まあ、ここはそのあ到来するものアブニールあー、まあ、未来あとの関係が明らかになっていると思うんですけれどもじゃああの言うまでのこと 考えてみると次のようになるんですね。まあ、簡単なアポリアがあるから、しなければならないしアナクロアナクロニズムを考えなければならないんですけれども、そのアポリアを生きる時のそのアナクロニズムという構造の中には、まあ、 いつも何かが到来するかもしれないということがあ書き込まれているようにあ思うんですね。そうすると艦隊の体験はどんなものであるかというと艦隊は持続できないとデレダがその前に言っているんですね。それは、うんまああのー あ2番目の意味の,の,の,のところにあるんですけれども33ページーとかにあるんですけれどもでそこで、まあ、瞬間逆説的な瞬間あとして、まあ、それはクロソフスキー,あーロベルトはあ今夜というあ作品を分析しながら言っていることですけれども。 それはまあこの本に限られているものではなくてあそこにはあ,のある種のあまあキルケゴールへの言及もありまして、うん、で瞬間的にしか艦隊が起こることができない持続できないっていって、うん、でその瞬間というのはまあもちろん生成としての瞬間というふうにドゥルーズ的に読み取ることができるんですけれども でもそれと同時にデータ外国語で論じている「あーバザンコ」うん「いまだにあ」によって言及されているあ未来のこともそこにあ含まれていると私は思うんですね。でである意味ではあ キルキゴールの名前はそれほど出てこないんですけれどもそれはキルキゴールの反復あるいはあ、まあ、あ不安の概念などに出てくる、うん、あ時間の議論のコメントとしても読み取ることができるのではないかと思うんです。 それはまあ,あの時間制ですね。そこでもドゥルーズとつながりますね。そうです。反復使ってますよね。はい。リケ・ゴールド。でもう一つ、彼はここでまたあの37ページをもう,もう一回あの見,見せていただければ、うん、特にあの「ユン・オト・エクスペリエンス」と言ってるんですけれども、実はもう最初からあの艦隊のエクスペリエンス、経験を。あの Une autre experience. Il s'agit d'une autre expérience, d'une autre dimension du temps et de l'espace. Il s'agit d'une autre expérience, d'une autre dimension du temps et de l'espace. エクスペリエンスエニグマティックと言っているんですね。あまあ、謎めいたあ経験と言っているんですね。で、それはあの、我々は艦隊とは何ぞやとまだ、いまだに分からないのは、それは艦隊の経験によると言っているんですね。 で、ここで私がデリダのあのラディカルな経験主義があるのではないか概念を超えて、うん、カテゴリーを超えての経験つまりもはや概念と経験が対立しないところのあるいは 対立する以前のところの経験、うん、だから経験エニグマティック謎めいた経験が、うん、まあ時代にあるんではないかでそれ,それは起こってしまうことで私が体験してしまうことで考えきれない 考えてみたらやはりまあ艦隊という概念が出来上がるでしょうそしてまあ,あ無条件の艦隊が消えてしまうでしょうけれども瞬間的にでも私たちは経験の中で艦隊を生きているのではないかと誰々言ってるのかもしれません,んそれを経験しているのではまあ体験と私がちょっと言いたいな体験しているのではないかと、うん でそこにはまあ、ラディカルエンピリシズムはデルダにあるんじゃないかと思うんですね。うんまあ、あの日本でデルダにおける経験のあことをあ亀井大輔先生がまあ論じているんですけれども、うん、それでちょっと、まあ、デルダはいつも経験というのは、まあ、不能なものの経験と言っているのは、 C'est ce que Enfin, la quatrième exception possible de mon adresse initiale, nous ne savons pas ce que c'est que l'hospitalité ne placerait à la fois à un carrefour critique des filiations sémantiques, ou, si vous préférez, étymologico-institutionnelles et un carreur apolitique, c'est-à-dire un carreur à carrière, euh, une sorte de double postulation, de double contradictoire, de double contrôle, de double vent. Je préfère « double parce que cette expression anglaise le lien au lien et donc à l'obligation au ligament, à l'alliance. はい、ありがとうございます、えー。4つ目、これが最後の意味になります。で、えー、っと、enfin, la quatrième acceptation possible なんですけれども、で、えー、っと、直接目的語がここに来ておりまして、で、私たちをあの位置づけるでしょう。ですかね、えー。この呼びかけ文によって、私たちは、まあ、次の場所にあの位置づけられるでしょう。で あらふわときて、これで2、えーえーえー、つのもののバランスをとる表現になっておりまして、えー、と A と B ですかね。で、2、えー、つです。で、k e フ f u r 十字路、えー、が2つあります。まず1つ目の十字路なんですけれども、キャフ f ー・ r ティ i t i q u e de f i l ン・ティックえっ、ー、と、意味論的な系統の批判的な十字路、えー、ですね。 まあ、こちらのカッコの中でエティモロジコ・アンスティテュショネルとありまして、えー、この講義録ではバンベニストに即して、あのその語源ですね、えー、この言葉の意味とか語源みたいなものが分析されていきます。それそれのことを指しております、一つは。もう一つ目がアポレティック、アポリア的な十字路です。 その後ちょっと長いので私は一回切っております、薬文を。で、えー、こういうふうに一回薬文を切る場合にもう一回それが何を指しているのかを取り直すために、まあ、わざわざまあ言い直すというのも一つの手です。アポリア的な十字路というのはつまりというふうにこれは、えー、翻訳文では私が挿入をしています。えー、つまりある種の二重の懇願、矛盾した二重の運動、二重の制約、ダブルバインドのことです。 でえーっとまあ、さっきあのダニー先生からあのアポリア的な経験が先にあるんだと言いましたけれども、えーまあ、これが2つの矛盾した、えーあれ、あれかこれかという、えー、もので、えーまあ、否定と肯定などなど、この2つの運動の狭間に立たされることです、えー、これがの出発点にあるというのが、まあ、デリナの特徴です。 それが、ね、次第に対立して矛盾してそれをどうしようかというふうに途中に出てくるわけじゃないんです途中に出てくるんだったらヘーゲルの弁証法ですからねはいそうじゃなくてそれがそもそも生まれる起源を探るのがデリダなんですねそれは大きく違うところですで、えー、このッコの中なんですけれども、えー、最後はラリオンスとあるんですけどもこれ間違いだと思うんですね、はい、フランス語ないのでこれラリオンスのツール字間違いだと思います えなので、えーと、結束とちょっと訳し直しています。それでは、えーとあ、その後ちょっと私もうちょっと説明させていただいて、でえー、とこの講義録の中では、バンベネストの語彙集の艦隊の講の説明がたびたび用いられます。でえー、フランス語の「オット」は、これは、えー、と客と主両方を表すあの二重の言葉になっています。 でえーとまあ、英語で言うとホストとゲスト両方表すわけなんですよね。でこれラテン語から由来しておりましてで、ラテン語を見るとこのホスティス、あの敵というふうな意味合いまであります。でえー、またさらに語源を遡ると、えー、ホスティ・ペットというふうな語感、えー、に分析できます。 でこの2つの意味があの本当にあのデリダがこの当時考えたかったこと、えー、本当にあのぴったりくるようなあのテーマ主題設定になっていると思いますまずはペットの、えー、語源のところなんですけれども、えー、これが、えーとえー、と可能性ですね、えーでえー、にあの関わりますで、えー、個人のアイデンティティを表す、えー、言葉でしてで 家族集団の中では最も自分自身である主というふうな表現です。でなので、能力、権力と関連して、私はできる私はできるというふうなニュアンスを集約しております。二つ目、二つ目のホスティスなんですけれども、こちらは保障に基づく平等感が語源の意味になっています。 で私の贈与を対抗贈与によって保障するものというふうな意味合いで、まあ、本来は客人なども表しておりました。で、えーとえーまあ、そういう、あのご集的で相互的なあの制度ですかね、あ、え、る、ー、と客、お互いにもてなし、もてなされるような関係が、このホスティスという言葉の中には詰まっています。 ということで、えー、と私の能力ですか、ねえー、私の、えー、と自己の能力、であとは、えー、交換関係、増与と、えー、対抗増揚、えー、あとは、えーえー、と艦隊と敵隊というふうな、練、まあ、ダがあの、えー、扱いたかったあの重要な意味合いがあの詰まっているのがあのこの言葉かと思いますで。こういった説明が先ほどの 意味論的な系譜を批判的に読み解くという作業がまあ一方にこのテキストの中にはあります。でえっとじゃあもう少しちょっと、えー、説明させていただいて艦隊は色さっきあの水油というあの、えー、言葉が出てきましたが、えー、水油そのものなんだというのがあのデリナの言、えー、い分になります。 で、えー客、客を迎え入れる場合に、私は、ま,あ、まず、あの、我が家の主人でいなければなりませんで。お客さんに自分の家にいるようにくつろいでください。というあのフランス語の表現があるんですけれども、えー、フェコムシェトはですかね。えー、で、えー、この場合のポイントは、ようになんですよね。フィクションなんですよね。あくまでも。で、あくまでもフィクションで、えー ここがお客さんの自分、本当に自分の家になっては困るわけです。その時には艦隊は終わりますから。えー、あの、あの立場がなくなりますから。えー、なので、あるがお客さんを受け入れるという艦隊はそこで終わります。なので、あくまでも、えー、主人の、えー、支配権は、えー、残さないといけないわけです。なので、あくまでもこのように、えーえー、自分の家にいるかのように、 というこのフィクション性を維持することが大事なんです。で、そう言いながら、あくまでも、でも、ちゃんとこの家のルールは守ってくださいねと注意をしなければいけないということになります。で、そのことをまあ式という表現を使いながら、艦隊はこの式そのものなんだという表現に集約をしております。引用を読みます。 我が家における支配線や自己性を肯定し直しつつ艦隊は敷居からそれ自身の敷居において限界づけられていてそれ自身の敷居に常にとどまっていて敷居を命じますこの意味で艦隊は敷居を通過することを認めるように見えるものももの,の、まあ、お客さんにいらっしゃいというのが艦隊ですよねでもでもえー 主人になるのは、えー、あのあのごめんだという,ようです、ね、あのこれ以上入ってはいけない敷居も設定するわけですこの敷居を通過することもいわば禁じるわけですつまり艦隊が敷居となるのですこういうわけで私たちは艦隊が何であるか知りませんし知ることはできませんというふうに説明をしています えー、ここあの、すごく面白い例を、えー、デリダが即興で挙げているので、それを見ますと,、えー、と、46ページ目のところなんですけれども、それがどういうことなのかというので、えー、授業中、まあ、デリダは次のようにあの言っています。で えっと、まあ、たくさんの,あの例を挙げるのはとっても簡単ですよね。というので、まあ、デリダは自分の例を挙げています。で、えー、デリダのこのセミネ、この当時セミナールはオープンセミナーとクローズセミナー2種類やってたんですよね。で、えー、これはあのオープンセミナーだからあの誰でもあの歓迎するよという、あの、えー、ことで超満員だったんです。で、その時のセリフですね。Entrez, faites comme chez vous, mais laissez-moi parler。 あのどうぞどうぞあの、えー、参加していいです、お入りください。で、あなたの家にいるようにあの本当にくつろいでください。でも、しゃべるのは私だから。<laughs> あの私にしゃべらせてくださいねということですね。だから、えー、教室に入ってき聞くのはいいけれども、えーあの、壇上でマイクを取ってしゃべるなということですよね。はいえー、これがあの、えー、今言った敷居の問題ですね。 安定法。ーペーモはメパトですね。はい。私の話を中断してもらっても構いませんよ。でも、えー、あまりやりすぎないでねっていう、あの、えー、ことですね。ええ、ターファレムは同時にロングクジュコンパエンドですかね。私に話しかけても構いませんよ。でも、私が理解できる言語でねとか。 えー、などなどまあそういった、えーとうん、これもあの即興の,あの,、うん、あのよく分かるあの具体例だなと思います。で、えー、これはまさに今言ったちょっと、えー、小難しい説明なんですけれども艦隊、えー、は、えー、まず敷居を前提としていて、えー、この敷居のこちらから、えーえー、お客さんが入ってきていいですよと言うんですけれども。 ででもは守るわけですなので艦隊が敷居そのものこれは常にあの移動するんですけどもねこのどこからどこまでっていうラインはなので結局艦隊は何なのか、えー、分からない、えー、という、えー、わけですで、えー、と一番最後なんですけれども、えー、これはあのまた別のテクストなんですけれども、えー、艦隊の「笑いと涙」というとてもあの印象的で私好きな これ私が翻訳したテクストなんですけれども、えー、好きなえっとフレーズがあります、えー、古代メキシコにおいて艦隊の儀式で、えー、お客さんの到来に対して女性たちが涙を流さなければいけないという儀式があるわけであるそうですでデリダはこの事例を気に入っておりまして、えー、次のように言っています艦隊と物間にはある種の親近性があります 私の迎え入れ能力を超えてやってくるものを迎え入れるとき、私はこの人物にその来着に挨拶をしねばなりません。で、まあ、普通、反対するときは笑顔なわけなんですけれども、はい、笑顔でいらっしゃいと言うんですけれども、ただ、その笑顔には常に涙があの、えー、つきまとっているというのがあのデリダの主張になります。涙が反対の笑いに混ざり合わないことはありえません。ということで、 まあえー、この涙というのはある種の物作業、何かの喪失であり、根本的な喪失であり、ある私の、えー、とあるとしての何かを、まあ、その時点でもうすでに失っているわけですね。ねなので、えー、100%の笑顔で、えー、といらっしゃいということは、まあ、ありえないというのが、あのとても繊細な、あのまあ、デレの艦隊論の,あの主張になっております。 最後に、えーとまあ、デレダの,あの条件と無条件の間体は、えー、次のような引用のところですを、ねまあえー。あとは、えーと、単に外国人を無条件に受け入れるだけでいいんだと言っているわけではありません。そうではなくて常にやっぱりこの条件と無条件の間で、あのー その艦隊の新しい形を発明しないと、あの、いけないということを、まあ、あの、彼は、あの、言っています。なので、何か道徳的に、まあ、外国人を無条件で優しく受け入れる、えー、べきだという、まあ、そういうなんかヒューマニスト的な、まあ、そういう、あの、主張を言っているわけでは、まあ、ない、えー、ということは。 まああの、えー、このセミナーが出て、えー、あのえまたさらによく分かることなんじゃないかなと思いますでもやはりデリダのユンワはすごいですね、うん、でいつもあのセミナーにはあの,こうの役割ユンワと艦隊の関係どんなものなのかな 思うんですね。うんうん、ユーモアを込めて言ってることはもちろん真面目です。で例えばさっき三山先生が取り上げたあペコムシェットは、メ、うん、ヌブリエパー <laughs> <laughs> まああのうん、まあこれは英語なら 全然翻訳できるんですね。Make yourself at home, <タッ> but don't forget you r e a guest, みたいな感じですね。ブルガリア語もあのそういう表現があるので、<タッ>そういうジョークもあるんです。うんうん、でも、まあ、冗談として言ったからといって、そこに深い意味がないとは思わないんですね。うん、むしろそこにこそこういうあ、まあ、艦隊のアポリアが含まれているなんじゃないかなと思うんですね。<タッ> でやはり受け入れる側としてそう言われるとよりよくくつろうことができるんじゃないかと, <laughs> <laughs> と思うんですね、うんうん、まあユーモアの,の,の役割についてはこれ以上論じるつもりはありませんあ私が一つうんじあの言葉と関連している言葉 感じることを言いてかったんですけれどもあ、ホスティスとポティスのところですね。で、うん、だが、まあ、バンヴェニストが言及しなかったスラブ語を取り上げているんですね。うん、ロシア語とか、ポ、うんね、ランド語とか。で、そ,こその言葉はあの、ホスポダルっていう、実はあのボルガリ語にもありまして、ゴ、うん、スポダル。 で、同じ語源の言葉が、ゴ、まあ、スプディン、あるいは、まあ、ゴスポットという言葉があるんですけれども、ゴスプダルは主だけではなくて、マスターみたいな感じですね。うん、マスター・エンスレイフのマスターですね。で、ゴスプディンは日本語の何々、しに当たる。例えば、西山氏の、うん、主。 ミスターみたいな感じですね。ごく普通の言葉で、例えば、あのテレビで誰かについて話すときは、まあ、ゴスプディン、誰かって言うんですね。で、ゴスポットは神様の別称です。ああそうだから、こういうふうに、ホ、まあ、スティスとプ、まあ、ダルの、その、 ポッドはポティスでしょう。だからそ,そこは能力力を表わす言葉ごく、うん、普通のあの日常生活によく使われているわけです、うん、であまああのここにデレタが主張しているのはメー,ートエッポワーでどのようにジュ s u 私がいる がいかに十級私ができると関連しているか少なくとも、まあ、あ西洋の思想の中で、うん、で彼がそれを主張しながら能力になれない能力として考えられない可能性を考えようとすると、うん、私は思うんですね、うん、だから 例えば彼がいろんな例を出すんじゃないんですかそして、まあ、自分が作った文を何回も繰り返すとかするんですけれどもでそうやって自分のできないところまで指摘しようとしているのは非常に面白いと思うその、まあ、能力でない可能性能力として考えられない可能性と同時に、まあ、いかにあまあ,あプワー 能力があのイプセイテアイデンティティと、うん、艦隊と結びついているかン論じているのはあの面白いんですけれども、うん、この第一回の,の最後にまあ明晰にその問題をスヴェンテの問題と結びついているんですね。うん、でそこがちょっとポイントになっているんですね。それは 1995年、うん、ホモ・サチェルが出た年ですね。うん、で、普通、デ、まあ、ーダがスワヘンテンについて論じるのは秋だと思われているんですけれども、うん、言葉が出てこないとしても、ここは、まあ、その問題が提起していると私は思うんです。で、あも,もう一つあ面白いことは、まあ、彼が 批判的十字路、カルフー・クリティックのところに、まあ、ボン・ヴェニストを取り上げているんですけれども、実はその大会の最初のところからあ、まあ、言葉に注意をしていて。うん、で 言葉だけではなくてまあ翻訳訳すことのあまあ訳すことはどれほど大事かってあの最初からのそれをあの主張していますで彼はまあ結局艦隊の問題っていうのは すことの問題であると。まあそういうふうに、えー、と20ページに、つまり最初のところにすでに言っているんですね。うん、あ,あ、ちょっと待ってください。21ページ目の下から4行目、ねはい。はい。はい、21ページだ。すみません。 って言ってます、うん、でですからあのもちろんあの翻訳することは艦隊のなんていう現象であるというふうに受け取ることはできるでそれはその通りだと私は思うんですねでもそれだけではないつまり彼が 指摘してそこまではいかなかったにしても、指摘したことに間違いないのは、艦隊のアポリアはあ同時に翻訳のアポリアでなければならない。うん、つまり翻訳っていうのは、能力とアイデンティティの問題をはらんだ問題です。うんうん で、艦隊を考えるときには、ト u ドクションを考えねばならぬ。と、まあ、28ページか。十八ページに、uh, 言ってます。Mm. Uh, で、そこに言ってるのは、ト u ドクション。それは28ページの、uh, 第一段落。 Non, euh, ,ですね. La traduction est aussi un phénomène ou une expérience énigmatique de l'hospitalité mm. sinon la condition de toute hospitalité en général. C'est-à-dire, traduction La condition, もしかすると、コンディションジュトトスピタリティアンジェネラル。ありとあらゆる艦隊、まあ、一般的な意味での、ありとあらゆる艦隊の条件であるかもしれないと言っているんですね。でも、艦隊のアポリを考えると、おそらく、まあ、あのそういう 条件自体は矛盾をはらんでいるそう,でしょう。だから一般的な艦隊は考えられないなんじゃないかと、まあ、デリダの論理でいくとそうなるのと同じく、一般的な例えばあの翻訳のやり方は存在しない。ど、うん、どの作家のどの作作家品を でなければもう簡単でなくなる。でそれは翻訳者の能力によるものですね。うんそれはだからほじゃあほ翻訳している人はゲストかホストかどっち、うん、わからなくなった時点で よくゼリダン言ってることが把握できるということ私は思うんですね。はい、で最後に一言あ,あの。そこ面白いから一言言わせてください。あもちろんもちろん。トランスレーション・スタディーズというのが、まあ、あの70年代からあの英米圏ではあるんですけれども、はい、でやっぱり一つあの80年代ぐらいからあの倫理の問題が入ってきてで、えー、と特にベールマン。 アントワヌ・ベルマンが主張したことですけどもあの翻訳っていうのはやっぱり倫理の問題であってあの正確に翻訳されるとかそういう認識ではなくて実践であるという、うんえー、その,あの倫理的なあの強調があの、えー、なされてきました。でデリタもねそこにあのすごくあのアクセントあのベルマンの翻訳論というのをとあのリンクした形で自分の仕事をやってきて。 いますで、まあ、このテクストでもね「あの簡体と「翻訳」との関係っていうのはあの見せしなるっていうのは一つのポイントですよね。あうん、であとは今言ったあのすごく面白いなというのはあの読む人とか翻訳者はあのゲストなのかあの主人なのか、うんうん、であらゆる翻訳者には主人の欲望があります。でしょうね。はいはい、ではっきり言うとだから私が例えば「デリダ」のテクストを訳すときは「あの それを、ね、あの日本の読者に対しては主人なわけです。で、うん、その欲望は絶対あるんですよね。はい、なので、えー、それあらゆる翻訳者にあの共通の欲望で、うんうん、そのやっぱり翻訳者の欲望ゲストなのに主人である、うんうん、訳させてもらっているけれども訳している自分は、うん、もう圧倒的な力があるわけです。このの欲望と特権っていうのは あのすごく微妙な奇妙なあの立場であのいつも面白いなと思いながら考えています、はい、じゃあ最後のもう一個どうぞちょっと聞こえていいですか、ね、どうぞ <laughs> いいよいいよいやですからあの主人である欲望はよく分かるんです私もあ、まあ、ちょこちょこ翻訳しているーさんは日本文学のね 日本文学とかししあのちょっとフランス語とか外国から翻訳していますけれども太宰治とかダザイ,ダザイ萩原佐太郎萩原佐太郎とかラカンとかあはい、はい、めちゃくちゃですね <laughs> す,すいませんすいません <laughs> えっとはいすいませんいやあのしかも言語違いますからね <laughs> え い,やいいってかってこうやってちょっとすいません。まあそのだからあホストである欲望、うん、そしてそれは欲望だけではなくて一つの,あの実践になっているわけですから、うん、それはよくわかるんですね。でもそれと同時にやはり人質その翻訳しているテキストの人質になっているわけです。そう思いませんかそそうですそれなしに、うん あの<う>翻訳者のアイデンティティはないですから。そうです。だから、はい、その人質でありながらホスト主人であるっていうのはうまさに翻訳者の立場。そうなんです。うん。だからそ、うんうん、そこは非常に面白い。うんうん、うんうん、でジェザが例えばカッコ入れに行ったりあるいはあー中に行ったり 中中ではなくてもこうあの逸脱した形としてまあトラドクションのことを言ってはいるんですけれども、うん、主題にしないんですけれども、うん、やはり彼がそういうことを考えていたんです多分、うん、それは面白い、はい、で最後,に最後の最後彼があのアクション・ドトリ・リミタション あの46ページに言っているんですけれども、それはまあ自己制限の行為ですね、論じていて、もう条件の艦隊が自己制限しなければ艦隊としてなくなる、もうあの消えてしまうという論理です。でもあの 自己制限をしてしまえばもうあのあ無条件のあの艦隊として存在しないのでそ,そこにはまあそのアポリアがあるんですけれどもでも実はその軸制限っていうのはあのデリダがもう少なくとも 60年代の後半から考えてきた問題でしてで、いろんな言葉を使ってそれを論じてきたわけです。うん、セリューとか、ストリクション、ストリクチュー。で、ストリクチューは、あまあ、私も西山先生のおかげで日本語がよく、まあ、勉強になったので、筋 <laughs> 膜構造ですねス、うん。ストラクチャーが構造で、 ストリクトが締めるっていう意味で、はいえー、それでのね「金箔構造」「締め上げる構造」みたいなニュアンスで日本語で翻訳されています。はい、でこれはあのちなみにデ,デリダーのイオに関する、うん、論文にあるあ概念でしてでどのように無条件のことが 条件的なことになりつつ、無条件への開き <Okay. S 1> を維持するかっていうようなことが論じられているんですけれども、これはあの時間の贈与って言うんですか、ラトンの中にそのが。 金箔構造が時間と直接に結びついているのでそこにまたあの雑用と艦隊との関係が見出されることが考えられると思いますでもデルラがここで今までやってきたことがなかったかのようにやりたいわけですね、うんうん、だからそういう言及は 出てこないんですあでもあ,ーまあデルタの研究者である我々はそういうところを踏まえてあ読むべきだと思いますので、うん、ちょっとまあ「金箔をちょっっと指摘したかったんです、うんうん、はいヌヌサボンパスクセクドスピタリテ」というあの要は反対することを私たちは知らない。 「艦隊するとは何か私たちは知らない」という文章がなぜ、まあ、まずまあ僕なりにそれをこう要約するとなんでそれが問題になるかというとそもそも艦隊っていうのが西山先生初めにも言われた通り死客の問題でその要はお客さんを受け入れる主っていう、まあ、普通の艦隊論であるとそこの死客の関係がこうまあ固定化されているような印象があるわけですがそこでそれを知らないということは要は。 まこれは、ベーコン的な知は知ることはあの力であるでもあるいは、ヘーゲル的な知は支配であるのようなそういう伝統に根ざしているからこそまあそれと逆のことを言おうとしているというかまあつまりそれを従前には知らない主体というのを考えようとしているという意味ではこれは反対する主体の話をまあしていると。ノンサボアルととといいううことで言おうとしているのは そのお客さんを受け入れるっていうことに関してすでにもう動揺してしまっている主体であり、まあ、起きての問題を、まあ、やろうとしているでまあ <coughs> だからこそ途中であの指摘されたドゥブミール・アンビテというその、えー、と招待者になることという、うん、訳せばいいんでしょうか、うんまあ、もちろんドゥルーズが動物になることとか子どもになることって言ったのと、まあ、た確かに対比的でこれはすごく面白い主張。 なと思ったんですが、まあ、ここでやっぱり「生成って言葉が出てくるのは常にデリダがそれがまあ迎え入れる側でとしてのまあ主体がいかにして出てくるのかっていう主体の生成の問題に興味を持っていると、まあ、その主体の生成の文脈の中でこの「艦隊論」も読まれるべきであろう。 とすれば、まあ、最後に1つだけこうただのイメージで発想したことを言っておくならばそのまあドゥルーズが考えているような主体というのはむしろこう旅をしてどんどんこう逃げていく逃走する方の主体ですよね。でそれをまあ要は生成する主体として考えているとすればデリダはそ,のそれを受け入れる主体がどのように生成していくるかと、まあ、つまり主体の生成と生成する主体のようなコントラストがあるのではないかみたいなことを、まあ、かなり即興的ですが思いました。まあ、これが異常 僕のコメントになりりまますすはいいありがとうございますえっとコメントさせてもらうとまあでもあの,あのゼミデリラのセミナーなのでこうあの、えー、まずそのやっぱりそ,その場を支配する主としてようこそっていう形で授業を始めるわけですけれども、うん、言った途端にいやこれは、えー その皆さんは反対するっていうことは知らない、えー、まさにこれがテーマであってそれを分からないっていう中でやるっていうななんかこうボケで突っ込むっていうのがそこにあるんですけど <laughs> ちょっとなんかそれが何かこうなんとなく伝わってくる感じが、えー、あったんですニヤニヤしてちょっと聞いてたんですけどあの、えっと、この最初のところの関東の話ですよね。 ここれちょっとこう全体に貫くこうテーマとしてあのデリラはかなり重視してるなっていうのがあの、えー、あったわけですけどえっと関東のそのえっと永遠の,のなのなえっとあれですよねえー、っと第三条項ですよね。えー、かなりかあの関東の言っているその艦隊っていうのは制限されたもので。 えつまりあのえ訪問の権利要するにあの外国人が来てもえ直ちに敵と見なしちゃダメですよと単に入ってくるぐらいのことは、えーっとえー、無あの受け入れなきゃダメあのたまたま来るっていう別に敵を見せない限り、えー、受け入れなければならないということを普遍的に。 えと説明しているあつまり地球に生きる人間としてそう,そういうことがあるべきだっていうある自然,自然法的な観点から言われているわけですけどでその次になんかこう友好的な国同士の条件の下でそのお客人の権利っていうのがあのだなんか第二段階くらいで言われていてで,でもそれも結局デリアから言わせればどっちも条件付きの 艦隊、ね、だからあのこの関東のえっと艦隊の艦隊をある種普遍的に主張したこのその規範みたいになってるようなこのテキストが艦隊とは何かっていうことを言ってるわけですけどそれこの条件をどういうふうにこう揺るがしていくかっていうかこの条件で考えないっていうことを ののの言葉そのものに遡って考えようっていうのが基本的なそのもくろみというか一番大きなテーマとしてあるのかなっていうのはあってまあだからあの「艦隊」って言ってじゃあ絶対的な無条件な艦隊ってどういうものなんだろうっていうふうに思った時に何でもこう左裂り,り尽くせりの。 うんうん、相手の,そのや,やってほしいことを全てこう満たすようなそういうようなものではないっていうかそのなんでしょうねそうやってやってもそうやっても,もてなされた人は最初は嬉しいかもしれないけどだんだんこうお客さんとしてはどこまでも扱われてるなっていうことがそのなんかこ居心地の悪さが逆に出てきちゃう。もそういういい話をななんんかいろろところで外国に行ってて演してみ もちろんあの歓迎されるんだけど、うん、でもどこまでもお客さんとして扱われてるっていうのが逆に伝わってきてなんか居心地悪く何な,な,なんかで,では最終的にその,その主主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 と客だっていうそのその関係性をどうやってまあその語源に遡るは常に反転可能で決定不可能な。 上あの言葉でオスピタリテがオスティリテ,ィオステ,ィリテその敵とそのかなり似た言葉であって、うん、あのオスティピタリテっていう言葉を中で言ってるんですよね。ね作ってね。だからて艦隊と敵艦隊敵対性, <laughs> 性みたいな、うんうん、常にこうえっ、ー、と主人であることと客であることが。 入れ替わってしまうようよな関係、まあだからその逆に言うともてなしてるんだっていうことも忘れちゃうっていうことですよねもてなされてる方もそれでやることは忘れてしまうっていうでそのな関係の中でどっちが客でどっちがある時か分からなくなってるような、まあ、そういうような瞬間って常にありうるよねっていうそういうとこで。 なんか反対っていうことが本当に行われるときはそういうのが全部あの解除されるようなそういう瞬間があるんじゃないかっていうのを常にこう考えようとしてるのかなっていうんかそのどうしてもこういう議論するとここまではいいけどここまではやっちゃダメみたいなお客さんとあるじはなんか決まりみたいなものがそれを決めようみたいな話になりがちだけどデータは全部それ,あのそれは。 常に問い,問い直さなきゃなんなくて、うんえー、むしろそ,のそれがどんどん問い直されてるところにその条件のない艦隊っていうのが、まあ、一瞬だけどあってまたそれをまた書き直されるっていうそういうような状況そういうなんかなそういうのをこう常にこう考えさせられるというかそういうふうに思っていつも聞いてますね。 崎さんの言っている通りだと私は思います、うん、ただそ、そこにデリダがとどまっているわけではないと思う,思うんですね。つまり無、無条件を、無条件、そして無条件と条件のつながりを論じている以上、デリダがその具体的な条件を今、 ににどのように扱うう扱べきかっていう点もあるんですねつまり抽象的な話だけではなくて <laughs> まああの西山さんも最初に時事問題のことを、うん、あの指示したとおりそこに今ここで起こっている何かがあるんですねだから関東を取り上げるときは関東の具体的な条件はどういうものであったか。 じゃあ我々は今こういう条件でいいのかっていうまああの状況を考えて条件を練り直す具体的に条件を練り直す必要があるっていうふうに私が読み取るんですけれどもどう思いますかつまりそのもうあの無条件の話あるいは無条件との関係とまた別に具体的にここで今 何をやればいいか。だから、が私がそう思うんですけども、だから、が具体的に言えばそういうマイナーな雑誌の辞書は言うんですよと私は思うんですけれどもど、どう思うんですかいやその通りで、その無条件な艦隊っていうのは、上それ自体は考えられない、むしろわからないって言ってるわけですね、延々と。だからこれはこれれはは 無条件な艦隊ですみたいなふうに言ってしまえるようなものであったらむしろそ,その段階でそう無条件じゃなくなってしまうそもそもそういうものとして考えてないしあの実際には常に条件付きの,あの艦隊しかないわけで、えー、っとまあだからレイダーもここのその教室で、えっと、調子の皆さんを艦隊して 授業を聞いてもらってようこそって言ってるわけだけど学,その学生と学生は <laughs> まあやっぱり静かにして <laughs> うあの先生と私は思って聞いてくださいっていうそのことは常にあるわけですがその条件っていうのはでもそのなんか先生らしくないこともと突然やり始めるとか,もうそ,そ,のなんかその雑誌のなんか回し物かみたいな感じで宣伝し始めるとかよくわかんないですけどその先生 えっと学聴衆役の人がいきなりえ、まあね、演説し始めるみたいなことはもうしょっちゅうあったわけですけど、<laughs> デリドの授業では。だからそういうような役割がなんかよくあかなんだけど、いきなり崩壊するのがでも面白いっいというか、なんかそこでなんか解放されるみたいな状況っていうのは、あのまあだから、政治的なより具体的に。 えー、今その、さっき最初にニャノさんがウクライナの難民をどう受け入れるのかこれ、でも無条件の艦隊ってか簡単に言ったけど、さっき <laughs> まあそうじゃないよねって話だと思うんですけど、ねうん、でもあの、受け入れるよっていうふうになっているところでいやこれまでの,こうあのやり方はこうだったみたいなふうに。 で条件付きで、えー、これだ,だからやりませんとかっていう風に考えるんじゃなくてその都度そのいろんな形であの難民とかそのどこから来るかとかいろんな個別の状況があるからそこで常にそういう条件は考え直さらなければならないっていうのをその条件を常にかか改革というか。あの 取り直すっていうことをできるのは無条件な艦隊っていうことがまあある種理念としてないと絶対できないと思うんですよね。うん、そうしないと条件はこうだからダメだみたいな話しかならないと思で、ねうん、じゃマイクを今の具体的な例はあのとても簡単であのまあデリダの避難都市というのを考えてで。 あのストラスブールの,あの国際作家会議などで、えー、と具体的にヨーロッパの中での避難都市をどういうふうに考えたらいいのかという活動もしておりましたよね。であの私コインブラにあので、えー、とシンポジウム行った時にあなるほどなと思ったんですけれどもあのコインブラも避難都市になったんですよね。その時ににやっぱデルタが招待されて市長にで 市長と一緒にやっぱりあこのコインブラを避難都市にするっていうことをあのデリタと一緒にサインをして、うん、あのやってましたから、まあ、あの実際具体的なそういう条件設定、えーえー、現実的なあの条件付きの艦隊の場を作るということはあの全然抽象論ではなくてあ具体的にちゃんとやって実現してんだなというふうにあの思いましたね。はいええ 無条件に見えるんですけれどもそこであの明らかになるのはやっぱりあのいろんな条件ですよね。あれシリア難民の時全然受け入れなかったじゃんヨーロッパの人たちあれアフリカの人たちは追い返して地中海であの何,何人死んでもあのひどいことしてたよねっていうあのここでよくわかるのが条件なんですよ。はい、なので、あのうん えー、やっぱあらゆる条件があって、その度合いに過ぎないんだっていうあのことはすごく思います、日本でさえ、こんなに今、ウクライナ難民、どんどん受け入れてるじゃないですか、え日本でさえ,え、こんなに、あの、えー、これまでの厳しい条件は何だったんですかっていうのはすごく思うので、逆に、あのえ無条件に見えるところには、条件の設定がよくわかると思うんですよね。うんうんはい いいっぱいあるんですけど一つ大きな問題として途中でそのダリンさんがあの、えー、と経験還元じゃない、えー、概念化不可能な経験のお話されてたのでここはあの多分デリダの解釈の中で一番こう揺れやすいところかなとは思っていてあのもちろんその例えば法の力とかで言われているようにその、まあ、つまり出来事っていうものが起きたとしてもそれをこう デリダーは常に反復とそのセットで考えている反復可能性の中からその出来事を考えているのでその概念化不可能な経験とやはり概念がこう関わってきちゃうみたいなところにデリダーのなんかこうややこしさというか読む読み方のこうどこに軸点を置くのかっていうことのえまあ問いが出てくると思うんですよねでまあ今実際コミはあの西山さんがやられたようにその、えー なんだ一つのこう艦隊のほ本来他のものと比較できないその、えー、と受け入れの問題もでも結局のところ前はこうだったじゃないかという形で反例とのこう比較っていう形で、うん、でもその都度単にでもその反例にこう還元してはならない、うん、その都度の判断がせあの下されないといけないっていう,こ,うこの緊張関係を、まあ、デリダは強調していったと思うんですね。なののでまあそこがこう読み方のあの 分かれるところでまあ、僕が最後にまあ,あの思いつくのはむしろ法の力よりもアポリアっていう著作の中で、うん、あのハイデガーの死の概念を論じてますけれどもそこでそこでまあデリダはその死の瞬間つまりまあある種概念不可能な経験の瞬間のようなものを、うん、まあランデブーという言い方をしていてそことこう 落ち合うそのなんか待ち合わせをして落ち合うっていう話をでもそのランデブというのは結局同時に待ち合わせ場所に着くことができなくて常にどちらかが遅れてしまうみたいな、うん、そういうその瞬間っていうものに対して常にこう遅れてしまうという話をまあこれは声と現象以来のテーマですが反復しているだからまあそこのところでさらに概念化不可能な経験あるいは瞬間というのをどう捉えるかっていうのが問題になると思う本当にそれはあのー。 とても大きな問題ですね。で、デルダにおける経験論を考えるためには、まあ、デルダにおける超越論に対する態度、まあ、考え方をあ、まあ、練り直さなければならないと思うんですけれどもでそこにはあの純超越論的なものというまあ うん、ものがあるんですね。そうねであ、まあ、ロドルフ・ガシェも、ドテネズミロの中に論じているんですけれども、グラの中に出てくるんですね。で、グラの中に出てくるときに、超越論的なものの超越論的なもの、つまり超越論的なものにする何か。 でもそれは超越論的なものではない。でもだからといってすべてがあ例えばあ英米あ哲学そのプラグマティズムなくに論じられているエンピリシズム合唱ししているとはとても思えないんですね。で、だがもう最初の五十5四年のフォーセル論以降ずっとあの超越論の 重要性、必要性を論じてきたんですから。でも、超越論的になるものがないとは言わないけれども、でそこにこそ、まあ、スティクチュー、金箔構造の話がやってくるんですけれども、超越論的な話になると、すでにスティクチューが行われている。 成果として出て出くるわけです、すでその過程そのものを考えると、超越論的なものと対立にならない経験が出てくるわけです。それは経験として不可能だけれども、不可能性そのものの経験であるというようなこと。そして、それを経験に、まあ、データが1回、あの、ドゥレク・ハモトロジーの中で、まあ、 ラディカルな経験主義という経験のエンペリシズムエンペリシズムラディカルと言っているんだけれどもその後すぐに、まあ、その経験のという言葉を避けてほがいいと言っているんですねだからそのそのところをどう把握すればいいかを考えるとやはりまああの 後期でやと言ってもあれですけれども、まあ、75年以降のデザインにおけるエクスペリエンス経験のあ位置を、まあ、あの考え直して超越論的なものの問題をあ最適すべきだと私は思いました。どう思いますか <laughs> すいませんそうですねグラマトロジーの中だと今の問題は大法シュプレマンテールですか、ね、のシュプレマンタリテの問題だと思います。つまり超越論的なものを成り立たしめるのはその超越論的なものに含まれているはずの、まあ、条件付けられているものの方がむしろそれを支えているという,こう列位が上位を実は支えているという。ただまあ だからそれを準超越論的とか超超越論的っていう言い方をテレダはしています、ね、だからそこはあのその通りだと思いますが、やはりでも今のこうやり取りの中でもあのまあ前期後期っていう言い方でもあのくくってしまうのもまあ最近だと。 どうなんだということもあるんですけれどもなんか、まあ、やはりグラマトロジーの中ではそういう経験論的なもの例えばまあ具体的にはグラマトロジーの今の話は2部ですが一部のところで言っているその言語学をどう捉えるかという問題の時に言語学はその超越論的シニフェーの脱構築を究極のところまで推し進めるんだけども結局こうただの科学主義みたいになってしまっていてそこが問題だという形でまあ、ソシュールというよりはイエルムスレを批判するわけですよ、ねで。それに対して 減少額をむしろ通過するとといいうことがかかに大事かそれが素朴な客観主義すなわち隠れた刑事上学を避けるための手なんだというまあ話になっているのでまあやはりその前期の枠組みの中ではまあ結局減少額を一回通過した上でそこの痕跡をもう一度取り戻していくみたいなロジックにななっているはずなんですだからそこがあの今言われたようにぐらい以降の中でどう変わっていったかっていうことが今ダリンさんが言われた通り重要なことだと思って。 でいて僕はそこはまだどう答えればいいか分かりませんというか悩んでいるところです。はい、23ページに「艦隊、うんまあ、はロスピタリテエオポゼアロスティリテイ敵対、うん、と対立している」 でもそこにあの敵対自体は対立である限り艦隊は対立に対立するという形で艦隊のアポリアをまとめているんですけれども。 それは非常に面白いんですね。具体的に私たちはどのように敵対のような対立、対立そのものに対立できるのか。というのはちょっと面白いんですね。うん、それはおそらくレジストンス。 の問題でもあってもしかすると艦隊はレジストンス日本ススあ抵抗抵抗のについての論文としてもうん、うん、読み取れるのではないかと思いました。 それでは今日はあのちょうどあの艦隊のセミナーを読むということで、あのダリンテネフさんがあの日本に来られた後の初回のイベントであのちょうど良かったと思います。それでは長い時間お疲れ様でした。それでは失礼します。